商品の数でってことでいくと、これはね、どういうカウントの仕方をするかによって違うんですけど、基本的には、4シーズンで、分けてんですよ。野菜のより美味しい時期、旬の時期に合わせて商品を作っていくってことでやってるから、年間通してってのはあまりない。だから商品何種類ありますかって言われてもなかなか答えが難しいんですよね。より新鮮な美味しいものってのがもう、こう大前提ですから、それには野菜無理やり作ってろ、美味しくない時の野菜使ってもね、値段は高いけど美味しくないってことになっちゃうんですね。だから野菜っていうのはできすぎて、めちゃくちゃ安くなってる時の野菜は美味しいんですよ。それは条件がいいからいいものができるわけで。で、高くなっちゃう時、これはいい野菜じゃないですよね、急にしてもらうにしてもね。それは条件が悪いわけで、うまくできないから高くなるだけのことで、品質がいいから高くなるんじゃないですよね。品質が一番いい時っていうのは安いんですよ。野菜ってのはそういうもんなんですよね。値段が高いだけで、それはうまくできないから、気候がいろいろ、暑すぎたりとか雨が降らなかったりとか降りすぎたりとか、いろんな条件ありますよね。そういう条件でもしっかり作れる腕のいい農家とそうじゃない農家とあるんですよ。だから腕のいい人の腕の見せ所ってのは、そういう悪い時でなんですよね。